あ、気づいたらもう年末やったわ。スーパーで買い出し行かんとあかんや。せやけどみんな、どこのスーパー行ってるやろか。こんにちは、西宮通信の西須鳥です。皆さん、スーパーはどこによく行ってますか？今回、西須では、西宮に住んでる人は、どこのスーパーが人気なのか、アンケート、取っちゃいました。どのエリアで、どのスーパーが一番人気なのかとかも、調べましたよ。ということで、今回、西宮で人気のスーパーランキング、トップ20を発表していきたいと思います。このチャンネルでは西宮で新しくオープンするお店や西宮の話題など、テレビや新聞ではやらない都が知っておくべき西宮の超ローカルな話を河木道の週3回アップしています。チャンネル登録がまだの方は登録しておくことをおすすめします。ほな、西宮通信テレビやっていきましょうか。はい、それではサクッと発表いきましょう。西宮で人気のスーパーランキングトップ20。まず最初は、よくやるな。第18位。あれ？なんで18位？はい。18位は3店舗あるんですよ。大混戦です。まず最初はこちら載ってる業務スーパーやね。西宮には3店舗ありますよね。これは今津のとこ、小松西町。新しくできたとこやね。コメントとしては安い。多い。安くて量が多いから。っていうのがコメントとして多い。多いな。続いて同じく18位はアカシアです。 JR 西沼駅前のちょうどイタッカーのとこにあるやつですね。シティマートアカシアやって。続いて同率18位は紅葉です。西宮に2店舗。ここはアプリコート高等園のとこと甲子園のとこにある紅葉やね。甲子園筋ね。西宮で人気のスーパーランキングトップ20。17位はアプロです。西宮今津店、ちょうど阪神国道の駅の2号線の南側に行ったところにあります。火曜に安いらしいですよ。火曜にはアプロね、行ってみて。西宮人気のスーパーランキングトップ20。第15位は、15位同率ですよ、何店舗かあんねん、イカリスーパーということです。こちらはモンド薬人のとこにあるやつね。はい、ここわかる？紅葉園です。なんか待ち合わせしてんな。はい、こちらは甲子園店ですかね。甲子園店だけね、なんか青なんですよ。イカリスーパーって普通黒地、黒に白でしょ？甲子園だけちょっと特別。はい、こちらは宿川店ですね。なんと宿川クラク園口エリア第2位でした。金の質が良い。品質が良いということやね。こんな意見がありました。そして同率15位は丸中です。丸中線ね。12月から大英に変更したんで、もうこれが最後のランキングに乗るということだと思うんですけども、オールエン浜脇洋菓エリアで第2位ということでね、すごい人気あったスーパーなんですよ。野菜中心、肉がいいやって。西宮で人気のスーパーランキングトップ20。第12位です。12位は阪急オアシスです。3店舗ありまして、仁川店は残念ながら閉店ということで、今は2店舗かな。で、こちらはラジオ店ですね。ちょうど駅出たとこにあるやつですよ。はい、こちらは紅葉園店ですね。で、ここがなくなっちゃった仁川店。今、100均、どこやったっけ？松清とかできるようになってるんですよね、ここね。コメントとしては、鮮度がいい。S ポイント。はい。S ポイントね。そうやね。はい、続いて第12位。同率の12位は、マックスバリューです。西宮には3店舗かな？ここは、ちょうど西宮北口ですね。ちょうどマンションの1階部分にあるやつですね。100均できましたよね。キャンドゥか。はい、あと、浜町ですね。運営が、こうよ？に変わったんやけど、マックスバリューのままやな。見た目は。はい、あと、向こう側団地前駅の近くの横のとこね。はい。はい、続いて、同率12位は、キャンディーです。西宮には4店舗。西宮北口、ちょうど駅の北側、アクタの横あたりって言ったらいいんかな？とか、今津のとことか、室川町ですね。あと、向こう団モールに、できたのが一番新しいサンディーかな。はい。コメントとしては、とにかく安い。西通でも記事にしました。なんか、めっちゃ安いやつ買って自慢しやっとったやつね。はい。なので、コメントはやっぱり安いってね。はい。皆さん、行ったことない人、行ってみて。続
続いて西宮で人気のスーパーランキングトップ20は、はい、10位ですね。10位は泉屋です。阪急西宮ガーデンズ内にある泉屋さんですね。これちょっと2階かなっていうことやけど、1階のとこのスーパーね、ありますよね。近くてポイントも貯まるから品揃えということですね。品揃え確かに多いですよね。大きいもんね。そして同率第10位丸愛ですね。こちらも今津にあるとこよ。ちょうど今マンションジオさん建ってるところの北側にありますよね、丸愛さん。なんとこちらが甲子園浜エリア第2位ということでランクインされてます。近い安い庶民の味方ということと、牛乳とお菓子が安く購入できる。あ、そうなんや。牛乳とお菓子、ちょっとこれは聞き捨てならんな。はい、西宮で人気のスーパーランキングトップ20第7位はと、イトーヨーカドーです。はい、ララポート甲子園の横のとこにあるやつね。めっちゃ広いよね。なんかフードコートとかもあるし、コメントとしては品揃えが豊富で買い物しやすい、新商品がよく並んでる、セブンのオリジナル商品が好き、ララポートが隣接してる。あ、そうか、セブンのね、そうですよね、イトーヨーカドーやから7個カードが使えるとか、何でも揃って便利ですとかっていうコメントがありました。はい、続いて第7位、同率7位は春大和さん。今ですね、地下川グリーンプレイス大谷町ですよね、できたので2店舗になってますが、当時は1店舗だけやったんですけど、ちょうど和歌山町171号線沿いにある春大和さんね。なんとこちらは門戸屋口日の口エリア第2位ということで、人気のスーパーということです。安い、新鮮、綺麗。木曜日卵が安、木曜やって、木曜卵な、魚や肉が新鮮で安い、安くていい商品が多いとか、肉魚が安くて新鮮、肉魚、これちょっと注目ということですね。はい、続いて同率7位がイオンです。これはちょうど中央病院のすぐ近くのイオン、この大きいイオンってここが唯一かな、なんかにゃにゃ、あのコローバはイオンですけど、イオンっていう名前ではやってないもんね。はい、朝9時から営業してる。ちょっと早いってことか。品揃え、惣菜が見切り価格なのが早いから、え、早いの、何時、え、ちょっとすごく書いてほしい。はい、何時でしょうか。はい、続いて西宮で人気のスーパーランキングトップ20第6位はドン・コープです。コープさん、こちらは山口町にあるコープさんですね。そしてこちらはコープミニ、甲子園5番町にある甲子園筋沿いのやつとか、こっちは紅葉園ですね。はい、こちらはナマゼです。コープミニね。はい、こちらもコープミニ、大森町にあるやつです。こっちは日の池ね。はい、コープはなんと西宮市内に18店舗、一番スーパーの中では一番多い部類になります。そして甲子園口エリア第2位になったのがこのコープなんですね。甲子園口はコープさん使ってる人多いってこと。ここね、品がいいということとか、あくた西宮に図書館があり帰りに寄るからとか、駐車場が地下で雨でも濡れない、高くて生鮮食品が美味しい、品がいい、品揃えがいい、お肉が綺麗とか、はい、っていうことですね。無添加とか、なんかそんな感じの印象がありますよね。続いて西宮で人気のスーパーランキングトップ20第5位はドン、わかりますか、ここグルメシティ大英です。大英グルメシティね。ここはちょうど北成尾店、旧国道沿いのゲオさんとかがあるとこの前のとこね。西宮市内では5店舗あるということで、なんとこちらありますか、ここ、どこか知ってる、みんな知ってるよね。阪神西宮駅出て前、大英、阪神西宮エリア第1位、阪神西宮で一番使ってるのが大英なんですね。はい、2階はねクリニックがいっぱいあるとこですよ。コメントとしてはアプリとか使うと安くなる、そう、前ね日数取りの動画でもやりましたよね。大英のアプリお得よ。24時間営業、そう、ここね24時間営業、西宮で唯一、他にも24時間ってあったっけ、ちょっと教えてほしいな。あと野菜が少量、玉ねぎなら1個、キャベツなら4分の1カットで売ってる。あ、これ結構貴重かもね。近場かつ親しみがある。阪神西宮のダイエーってね、24時間営業ということで、これ結構驚きですよ。はい、こちらは福川グリーンタウンのダイ
えー、グルメシティで、今阪神国道エリアでも第2位なんですよ、グルメシティね。はい。65歳以上、常時 5% 引きパスポートと、私はイオン株式のオーナーズカードで常時 5% 分の返金、半年まとめて返金、持ち株数で返金パーセントは違ってきますやって。何それ。1割引きで購入できています。すごいな、1割引きって。2021年3月から 5% 引きは55歳以上となります。へえ。現在もダイアプリが使えば誰でもいつでも 3%。 そうそう、これね、前も言ったよね。安いだけではなく、イオングループで仕入れている鳥取等からの新鮮な珍しい魚。え、鳥取県産なんや、魚って。いや、いいね。近隣農家からの野菜もあります。照明等の設備は古い感じがしてますが、頑張っておられます。イオンの関係者じゃありませんが、応援してます。めっちゃファンなんやね、60代の男性の方。結構年配の方にかなりお得ですもんね。はい。あと使い勝手がいいからとかね、です。はい。続いて、西宮で人気のスーパーランキングトップ20第4位。第4位はマルハチです。マルハチね。こちら映ってるのは神戸橋店。はい。マルハチはですね、西宮で当時1年前は2店舗あったんですけども、西宮店ね、ちょうど稲市沿い西宮店だったんですけど、ここはちょっとね、一時的に閉店しています。2年後に帰ってくるということで、2023年にはまた新しく戻ってくると思うよ。はい。駐車場もね、上にできるみたいやしね。こちら、あれ、阪神西宮エリア第1位ってなってんな。あれ、ダイエットバッティングしてる、なんでや。これ同率1位ですね。はい。マルハチ、とにかく安いということで、お肉や野菜の鮮度がいいのか、美味しくいただける期間が長い気がする。レジ係さんが優しくて早いとか、安いからとかね。 JR 西宮エリア第2位でもなってます。月1 95円均一、これいいね。マルハチはいいものが安いことが多々あるので、要チェックですよって。あと、宿川苦楽園エリアも第2位ね。安いから買い物しやすいとかね。ボロ園浜脇洋画エリア第2位です。安くて品質もいい、安い。このエリアはね、もしかしたら芦屋にもあるんで、芦屋に行ってるかも分からへんね。はい。あと、上ヶ原大社広田エリア、ここはちょっとランキングに入ってないけど、安くて品揃えがいいから、コスパが非常にいい。マルハチはペイペイで払えるからということです。いやー、ちょっとね、ここの店舗がなくなったことで、ちょっとここに多分コメント入れてる人がね、ほとんど残念な思いになってると思います。2023年にはまた順位が上がるかも分からへんな。続いて、西宮で人気のスーパーランキングトップ20第3位。第3位は関西スーパーです。はい。こちら、マクドが入ってるとこ、どこ？大社店。関西スーパーはね、5店舗。西宮市内に5店舗ありまして、紅葉園、苦楽園エリア第1位なんですよ。すごくない？はい。幅広い商品を扱っているから、品揃えがいいし、ポイントも貯まるためとかですね。こちらは、広田店ですね。ちょうどボーリング場があるとこよ。大社かな？こっちは映ってんの。ウォーキングがてらに行くのにちょうど良い距離にあるので、野菜、果物も新鮮で安い。10% オフがある月曜日。あ、月曜日 10% オフ？これはお得な情報。これスーパーいろいろね、何を安いとかあるから、いろんなとこ行ったらいいかもね。近くにある広くなさすぎてちょうどいい。関数はお肉が美味しい。はい。上ヶ原大社広田エリア第1位でね、圧倒的1位でしたよ。鳴尾高須小松エリアでも1位かな。月曜火曜の 10% オフはすごく助かる。近くて安くて新鮮ということです。関西スーパーって関数っていう派と関スパっていう派2つあるんよ、知ってた？続いて、西の宮で人気のスーパーランキングトップ20第2位。第2位はドン万代です。万代が2位になりました。これはモンド店ですね。万代は関西スーパーと同じく5店舗ということです。はい。なんと、西宮北口エリア第1位は万代やったんですね。住みたい街ランキング1位のスーパーは万代やって。安くて近くて新鮮、近い安い新鮮、品揃えが安い、足が悪い私に店員さんが優しく接してくる、警備員さんも親切、品揃えとか。そうなんや。なんか優しくて親切とかって、なんかこういいよね。はい。
そして仁川高等園エリアでも第1位万代ですね。裏っ側にマンション建ってるよね、安いからということです。諸江浜駅洋画エリアでも第1位、大きいよねここ。ファッションセンター島村もあるしな。はい、しかしライフより使いやすくて安いし、鮮度もいいからとか、魚が安い、品揃いがいい、魚が美味しいという意見が目立ちました。はい、そしてついに1位を発表していきましょう。西宮で人気のスーパーランキングトップ20第1位は、タカ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 タドン。はい、ここどこ？これ西宮？どこ知らんな。そう、でもこれはライフです。ライフっていうの分かるよね。これは大阪市淀川区西宮原町にあるライフ。見て、西宮原、西の宮、ここ本社があるね。ここは西宮原2丁目、西の宮みたいやろ。ライフはなんと6店舗西の宮に一番多いんですね。あ、トップ3の中では一番多いの。ちなみに万代は5店舗なんですけども、来年に今すぐできるんでライフに並びます。はい、ということで1位はライフだったんですけども、 JR 西の宮エリア第1位、これすごくない？ここはちょうどね、西の宮北口のエディオンの横のとこできたとこよ。もうできていきなり1位やからね、すごい高級感ということです。新しくて綺麗、アプリでポイント制度が充実、クレジットカード使えるとかですね。はい、そして甲子園浜エリアも第1位、お買い物しやすい、こじんまりとして買いやすい、品物が良いとかですね。そして今津エリアも第1位なんです。ここはね、もう駅直結で便利ですよね。何より、駅今津にあるやつです。駅に直結ポイントが貯まる、品揃えがいいというコメントですね。そして宿川区楽園口エリアで第1位になったんです。こちらもすごくないですか？だって宿川区楽園、これできたの、これが一番最近なんですけど、最近2番目かな、ここはできたのは。森区にあるとこね、交差点、品質が良い、品物揃えが豊富、行き来の道が混んでなくて駐車場も広いから。これライブ元山って書いてある、こっち側コメントかな。新しくできたところでね、いきなり1位になるって、これは他のスーパーさんがちょっと悲しくなっちゃうかもね。はい、そして西宮北口エリアでは第2位でしたね。はい、ライフ、商品が揃ってて店の雰囲気がいいということです。そして鳴尾高須小松エリア第2位、はい、こちらもね、鳴尾で駅前にちょうどできたやつですよ。いきなりそれでもう2位に入ってるから、ポイントサービスや野菜と安くて充実しているということでした。はい、以上、西宮で人気のスーパーランキングトップ20、いかがだったでしょうか？皆さんが行ってるスーパー出てた？はい、ランキングっていうことでしたけどね、みんなが行ってるところがオンリーワン。でもね、他のスーパーとか行ってみてもいいかもね。ということで、本日は以上。本日は西宮で人気のスーパーランキングトップ20のお話を中心に、西宮のニュースをお伝えしてきました。ニュースじゃないな、これはな。はい、特集をお伝えしてきました。今回の西宮の特集ネタが面白い、役立つ、よかったって思った方は、高評価ボタン、いいねボタンを押していただける。これからももうこんな面白い動画ができる、やる気になるので、ポチッとよろしくお願いします。このチャンネルでは、西宮で新しくオープンするお店や西宮の話題など、テレビや新聞ではやらない、都が知っておくべき西宮の超ローカルなお話を、かーもくろうの週3回アップしています。今日初めて聞いたわって方は、過去に配信した動画もこんなランキングとかいろいろやってるので、家族とか友達に西宮のこといっぱい教えることできるんで、西宮に詳しい人になりたい方はチャンネル登録、チャンネル登録まだできてやってませんか？やっといてね、お願いします。ではでは、また次回の西宮通信テレビの配信も楽しみにしとってな。今年はあともう残すとこ1回やで。ライフさん1位なんで、西宮の本社移転を心よりお待ち申し上げます。バイバーイ。